子どもの健やかな成長を図ることを目的とした社会教育関係団体で、保護者と教職員とが対等の立場で協力し、学び合い、高め合っていく団体 PTA。 PTA の役員については、それぞれ子育てや仕事を抱えながらの任務になるため、ネガティブなイメージが先行しがちですが、経験者からは、学年の垣根を越えて楽しくできた、学校のことがよくわかるようになった、達成感や連帯感があったなどという声も多く聞かれます。小田原市民の皆さんの活動を紹介する市民力143回目となる今回は、小田原市 PTA 連絡協議会の OB-OG らが親子で楽しめる居場所づくりなどを目的に設立した NPO 法人試みをご紹介します。NPO 法人試みの発足は2018年11月。子どもたちのためにするものと思われがちな PTA 活動ですが、まずは大人自身が楽しむことが大切ということを長年の活動の中で感じてきたという増田舞子理事長をはじめとするメンバーの皆さんが、いつか子どもたちが大人になった時、私たちが楽しんで子育てをしていたことを思い出してほしい、大人のつながりを大事にしたいとの思いで立ち上げました。試みというのは、理事のみんなが、元 PTA 会長をやっているメンバーばかりで、小田原のシピーレンでみんな一緒になって、で意気投合して、学校の卒業した後に OB になって、せっかく大人でつながったのにもったいないし、今 PTA を嫌がるお母さんっていうのがいっぱいいる中で、でもこうやってつながることで楽しいこともあるよっていうのをお母さんにも知ってもらいたいっていうのもあって、じゃあみんなの力を合わせて小田原をよりよくするようなまちづくりを子どもと通じてやりたいなということで設立した団体になります。笑顔のつながりで幸せを広げるという基本理念のもと、小田原市を中心とした県西地域でイベントの開催や子どもと大人の居場所づくりに取り組んでいる試み、親が地域とつながりながら楽しんで子育てがしやすい環境とは何かを考え、さまざまな課題解決にヒントを与えられるような活動をしていくことを目指しています。試みっていうのは、心を見るって、この心を見るっていう漢字で書くとそう表すんですけど、いろんな意味ですよね。試みてみるっていうのと、あと心を見るっていう感じの意味でつけてあります。子どもだけではなく、親も楽しんでもらいたいっていうのが私たちの思いなんです。で、親同士がつながって楽しく、子ども向けとはいえまず親が楽しもうっていうのがコンセプトかな。男性の方が多いという理事、幹事合わせて12名のメンバーを中心に、2ヶ月に1回理事会を開催、さまざまなイベントを企画しています。この日は小田原市本町の古民家で箱根細工でコースターを作るイベントを開催。NPO 法人試みでは、今年3月までこの場所を利用して、子どもたちが自己肯定感、自分らしさを表現できる場所を作りたいとしています。今日は箱根細工でコースター作りを本間さんっていう職人さんにお願いして、でその方もやっぱり PTA でつながったんですけど、その方に講師をしていただいてコースターを作るっていうイベント。この場所はですね、市の方からご紹介いただきまして、古民家再生協会っていうかまぼこ通りの再生をされている協会があって、そこがここがちょっと空き家を活用したいっていう話があった時に、試みさんでちょっとやってみないかっていう話をいただいて、試しに、月に2回ぐらいお借りしてやっている最中ですね。やり始めたところですね。今日はちょっとこの寄席を作ったんですけど、選ぶのとかも楽しくて、寄席の人の大変さとか凄さが分かってよかったです。大変だったのはやっぱ寄席の組み合わせが大変だった。最初の
どうやって組み合わせるかに一番迷いました。あんまりいつもできない体験ができてすごく良かったと思います。工作が大好きだったので楽しかったです。学校ではあんまり作れないものを作れて良かったです。試みでは昨年4月に初めてのイベントとしてジャガイモの植え付けを開催。有給農地を有効活用してジャガイモを育て、7月には収穫と同時にバーベキューを楽しむイベントを企画し、ポテトチップスやカレーにして味わいました。さらに6月には田植えと泥遊びをしておにぎりを食べるイベント、10月には JTB とコラボした稲刈りイベント、そして12月にはこちらの古民家でクリスマスイベントを開催。どのイベントも子どもも大人もみんなで楽しみました。まあ、全部楽しかったんですけど、稲のお米のやつが一番楽しかったです。小6からまだ幼稚園とか赤ちゃんまでも触れ合えるので楽しいと思います。まあ、私たちの時代って結構クラスが大きくて4クラス5クラスあったんですけど、まあ、今の子どもたちってまあほとんど1クラス、どうしても友達の幅って限られてしまっていて、同じ学校であったり幼稚園が一緒だったりとか、そういうところが多かったんですけど、まあ、この会によってさまざまないろいろな広い関係の子どもたちと、まあ仲間が増えまして、結構みんな生き生きとしてて、で、まあ、楽しそうにやってますし、今回のこれはちょっと部屋が狭かったんですけども、田植え稲刈りで、まあ、芋掘りなんかもっと多くの人数でやってますんで、非常に子どもたちは生き生きとしてると思っております。実際自分自身も経験したことないような、イベントが非常に多くできて、でもう本当に子どもたちにもやってほしいっていう思いと、自分たちも一緒に楽しくやらせてもらってるというところで、まあ、長く活動していきたいなというふうに思っております。どのような状況下にあっても自ら育つ力を持っている子どもたち、親も子どもと一緒に成長するという考えのもと、試みでは子どもの育つ環境を豊かにしたいという思いを大切に、子育ては楽しいと言える環境づくりに取り組んでいます。今の子どもたちも昔の子どもも、まあ、基本的には変わらないと思うんです。ただまあスマホがねあるので、どうしてもそっちに行っちゃうのと、実体験っていうのがする時間がないの で子ども会とかも解体しちゃってる状態なので、まあ、地域とのつながりとかもなくなっちゃってるので、その辺はちょっと寂しいなと思うんですけど、今の子たちすごい忙しいので、自分で考えて次何をやったらいいっていうのを自分で考えて行動できる時間、その時間を子どもにはちょっと与えたいなっていう思いがあります。 PTA での活動の中で知り合った役員同士が役を終えた後も友情を育み、そのネットワークを生かして様々な地域活動の担い手となっている NPO 法人ココロミの皆さん、最終的には放課後などにみんなで遊べる場所を作り、大人も子どもも関係なく知らない者同士がつながることで新たな楽しみが広がっていく、そんな経験を多くの人にしてほしいということです。これからも長く続けていきたいと思いますので、ぜひですね、たくさんの方に参加していただいて、みんなで楽しくできたらなというふうに思っております。東京の方がこの間も来てくれて、で帰るときにやっぱ小田原っていいとこだねって言って帰って行かれる方が何人かいらっしゃったので、最終的にはやっぱり小田原を全国的にいいところだよっていうのを発信して、小田原の活性化をしていきたいなって、子育てしやすい街なんだよっていうふうにしていけたらいいなっていうのは多分みんなの共通の思いだと思います。